結構歩いたもんね。私汗かいちゃったよ。自販機はと。わあ、なんかこの公民館ってすっごい子供がいるね。はぐみも思った。ほら、あそこでも女の子が集まってなんかやってるよ。すごい賑やかな公民館だね。奥の方の部屋から子供の笑い声が聞こえてくるんだけど。本当だ、なんかやってるのかな。私ちょっと見てみるね。はぐみも行ってみる。ん？子供の笑い声に混じって聞き覚えのある声が聞こえる気がするんだけど、気のせいか。え、アリサも思った？私もなんかそんな気がしたんだけど、この声って確か…え？ココロ？あら？かすみにはぐみね。どうしたの？こんなところで。なんでここにココロがいるの？どういうこと？私はこの公民館にたくさんの子供がいるのを見かけたから、みんなを笑顔にするために人形劇をやってるのよ。人形劇？人形はこの公民館にあるものを使ってるけど、とっても盛り上がってるわ。そうだったんだ。だってこんなにたくさん子供たちがいるのよ。みんなが笑顔になれば世界中が笑顔になる日も近づくもの。すごいよココロ。やっぱりはぐみ、ココロのこと尊敬しちゃうな。はぐみとかすみはここで何をしていたのかしら。あと、アリサとサーヤもいるよ。私たちは昔二人で遊んだ公園を探してここまで来たの。そしたら、わかったわ。それじゃあ、私は人形劇の続きをやらないといけないから、行くわね。したっけ。鶴巻さんってこんなこともしてるんだな。なんか本当にすげえやつだな。うん。あのさ、私ちょっと思ったことがあるの。ん？どうしたの、カー君？ここってもともとは私とハグの思い出がたくさん詰まった公園で、その公園がなくなっちゃったことが最初はすっごい悲しかったんだけど、けど今の子たちはこの公民館で私たちと同じような楽しい時間を過ごしてるんだね。そう思ったらなんかすっごいホッとしちゃったっていうか。うん、はぐみもそれすっごいわかる。はぐみたちみたいな楽しい思い出、この場所でたくさん作ってほしいって思ったもん。確かに、さすがかすみ、いいこと言うね。かすみらしい感じ方だよな。あっちにいた女の子たちが何か始めたぞ。なんか紙切れみたいなの持ってるけど、今度はなんだ。あれはもしかしたら七夕の短冊じゃないかな。お願い事を書いて笹に吊るすやつ。あ、ねえハグ、そういえばさ、ねえねえハーちゃん、その紙ってなーに？これはね、七夕のお願い事を書く紙なんだ。ここにお願い事を書くと叶っちゃうんだって。すごいね。それ私も書きたい。私なんてお願い事書いたんだろう。ハグは覚えてる？ううん、覚えてないよ。短冊を書いたことも今
初めて思い出したもん。うわー、それすっげー気になるな。あのさ、その短冊ってはぐみのお店の前に飾ったんでしょ？うん、多分父ちゃんが飾ってくれたと思うよ。もしかしたらその短冊ってまだはぐみの家にあるんじゃない？あ、そうかも。この前お店の前に飾りをつけた時、倉庫の中に昔の笹飾りも置いてあったよ。本当に？ここまで来たらそれを見ないわけにはいかねえだろ、かすみ。うん、絶対見たい。それじゃあハグのお家に行ってみよう。